行われますね。トラック競技女子 100m 競走の決勝が行われます。東海記録は昨年愛知中京大学市川さんが樹立しました11秒43、大会記録は2010年愛知志学館大学今井さんが樹立しました11秒64であります。円盤時計第7レーンの須田さんは中部実業団この種目第2位に入賞しております。それでは女子 100m 競走決勝に出場の選手を紹介いたします。第2レーン曽谷真由さん志学館大学愛知、第3レーン高杉みやびさん清水商業高校静岡、第4レーン高山まりなさん東海大商用高校静岡、第5レーン伊藤根由さん豊田高校愛知、第6レーン加藤里奈さんアッサ TC 三重、第7レーン須田沙織さん M&K 三重、第8レーン内山恵里子さん桑名高校三重、第9レーン野村真由さん志学館高校愛知。以上8名によりまして女子 100m 競走決勝が行われます。女子 100m 競走の決勝、